皆さんこんばんは、こんにちは、あるいはおはようございます。今回は新キャララインスマンミウエを使っていきたいと思います。能力は、リーダースキルはいつもの、スタメンの消費マイナス 10% ですかね。で、ニキビとクイックムーブ、これも必需品って感じですかね。で、スタミナ面、3秒前に15回復と、特殊状態中は30回復ですかね。で、スタミナマイナス、スタミナ消費マイナス20で縮小無効、縮小無効はあれですかね、本も暇の対策って感じになってるんですかね。で、これが、特殊状態 SS った後のあれですかね。移動速度 15% アップ、瞬間移動で、低バウンドはもちろんのことで、急速アップで、地面向こう、地面向こうはやっぱり予想通りつきましたね。これついてなかったらアピスで終わりますからね。で、全打球ジャストは強いですけどね。で、打球が SS、GS、PS、スペシャルですかね、もう全部反射ショット、この反射は反射だけなんて多分速くはならないって感じですね。そのままのスピードで反射するって感じですね。で、3秒前に相手を転生するショット、これちょっとうざそうでしたね、動画見た感じでは。で、これもまた特殊上4打球目以降、バイクが相手コート飛んでくってやつですかね。で、そのバイクが何回か当たると爆発して縮小が付与されるってことですかね。SS の効果もシンプルだ。ここだけのシステムはシンプルって感じですかね。200回復と、これさらに祝福がつくとは思わなかったですね。本当に詰め込んだ感じですね。で、さらに15打球間特殊状態って感じですよね。これは本当に詰め込んで、これ見た感じだけどもぶっ壊れって感じですよね。それでは使っていきたいと思います。このくらい稼ぎようでないと。最初SS キャラは、最初はちょっと初手からはちょっと苦手なので、違うキャラクターで SS を貯めていきたいと思います。間違えた。ギミックのおかげですかね。ちょっと SS 触ったんですよね。落ち着いた。本当あれカウンターできるんで、セレナ対策にもなってますよね、今回。キアラセレナの場合はさすがにちょっとしんどいのかな。クライム効いてましたっけ。クライムは祝福だったら効かなかったのか。祝福あるから効かなかったんで、多分普通に食らっててもよかったですね。アウト。このラケット使っててもアウトになるんですよね。一応変えましょうか。で、ミュウェイでいきましょうかね。それではもう一度使っていきます。初手はやっぱり SS を貯めます。プランが吸ってこなかったですね。自分的にちょっと時間の方が苦手なんですよね。で、これでもう一回 SS を貯めたいと思います。やらかした。あれは真ん中で取らないといけなかったですね。一応もう一回やりましょうかね。これ間に合うかな。残念、間に合いましたね。
あ、スルーか。まあ、あの、エクセか、違うキャラであるのかな。はい、この場合、エクセは大切になるのかな。あ、ちょっとちょっとどうしました。ちょっと規則、これはちょっともうきついかな。とりあえずデュースにしたい。あれ、あ、ラッキー、間に合わなかったんですかね。ちょっと下から、ね、これでなんとかちょっと SSK 使い、おお、強い。本当カウンターをしたかったところなんですね。よし、それではまた一つ、やはり最初はどうせならさっすよ。ちょっと微妙なところですね。まあ、ギアショがちょっともう一回手になったんで、もう一回いらっしゃいます。これでいいですかね。これでちょっとさすがに出しましょうかね、フラン。あ、フランじゃないか、あの、ないですけど、まあなんとか。オッケー。あれ、カウントされる。あ、スリーツー、はい、成功しました。瞬間移動、瞬間移動したらよかったですね。よし、ちょっと SSK 書いて、はい、感謝ですね。そしてこの試合が配信中に対戦したランカーさんの試合です。この時もう1位の方でしたね。まあ本当に強い方ってことですかね。 PS 高くて、まあ自分のあのレベルではもう考えられないような感じの世界ですけどね。でちょっと今回の試合があのまあなんかちょっとうまいこと動画に撮れてなかったので、ちょっと切り抜きというか録画の録画っていうんですかね。でちょっとなってのはちょっと試合中のちょっと音は消してるんですけど、もしもよければあの放送の方をちょっと放送の分のが多分そのうちアップロードされると思いますんで、よかったらそっちの方も見ていただけたらあれですかね。でまあ今回この時は多分最初使って最初の方だったと思うんですけど、使い始めてまあいつも通り、まあ初手はあのアイラで貯めてて、でその後あのミウエで打てる感じにしてます。やっぱ相手フランが来てもこちらの方は
まあ、見切りもありますし、まあ、全然余裕って感じですかね。でセレナの場合がまあちょっと見切りはあるんでいいんですけど、まあ、カウンター反射ですかね、まあ、SS 反射ができるのはいいんですけど、まあ、その後あのショート化があった場合に、まあ、ちょっと反射がちょっとやっぱやりにくくなるのがちょっとあれですよね。やっぱ断然有利で言うたらあのこっち側が普通に有利ですよね。やっぱり、まあ、なんとまあラケ分したらまあローもなんとか取れますし、まあ、取れたとしてまあ反射もできますし、でうまいことやまあうまいまあうまいことやったらですかね、一応あの入れ番した後も多分取れるんですかね一応は。でこっちはもう SS ルーブも普通にしますし、まあ相手もなかなか取れるのは取れるんでしょうけど、まあやっぱりこっちの方が断然有利ってことですよね。でもちろんあのバイクが爆発したの縮小も入りますし、であの SS 打たれたとしてもで削られてもまあ、あこれはちょっとクソップしてましたけど、まああの回復もありますしって感じですかね。でこの時ですかね、この時も落ち着いててまあ慣れてたらまあ取れるんじゃなかろうかって感じですよね。あのさっきの入れ番した後も、まあ、これはちょっとあれですかね、多分、まあ、ミスられたのかちょっとあれだったんですけど、かまあちょっともしかしたら自分の方がちょっとラグの方があったかもしれないですね。やっぱりギアはこれでちょっとまあミスりましたけど、ギアは多分これスマジューとかは多分反映されないと思うんで、ミューエ側は多分増加量がまあいいかなってぐらいですかね、やったとしても。はい、こんな感じでまあ勝てることができたんですけど、まあ普通だったらまあ絶対勝つことができないもうレベルの差があるんですけど、まあ今回もキャラの性能の差と相手も多分相手の方がまだ慣れてなかったというのもあったと思うんですけど、まあそのおかげでまあ勝てたって感じですかね。この後まあどんどん対策キャラとかがまあみんな分かってくるとは思うんですけど、まあそうなるまでにはまあ全然勝てる感じですかね。で今のところまあ明確な対策キャラっていうのはちょっとあんま思いついてないんですけど、一応まあミュウエが反射した場合はあの SS 増加しなかったので、まあ、SS をいっぱい打てるようなキャラクターですかね、まあ、シェルルにしろあの MVP 闇ですかね、まあ、あれがいいかなと思うんですけど、ただあればっか打てると、まあ、SS が闇の王子の方もたまらなくなるので、あのプレミオとかがあの増加増やすのがあったらいいんじゃないかろうかと思いますけど、まあ、またいいのが出たらまた動画とかしてみたいと思います。あとまあキアラが対策にはなると思うんですけど、まあキアラ言うてもやっぱちょっとなかなかきつかったですね。左右振ったとしても瞬間移動で取られますし、ノックバックもまあなかなか当たらなかったり、まあ当たった時やっぱ強いんでタイミング合えば強いですけど、でまあ今回のミュウエも本当ぶっ壊れで下方レベルじゃなかろうかと思うんですけど、結局のところは使用率の方で下方ができないって感じの顔になりそうな気がしますけど、まああとは運営さん次第ですかね。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。